はい、久保です。今日は Python 言語の先進的プログラミングの第4回で、正規表現っていうのをやろうと思います。正規表現って別に、まあ、新しくも何ともない、昔からあるもので、レギュラーエクスプレッションとかレゲックスとか言うんですけど、まあ、Python にも一応入っていて、たまに使います。で、学生さんにある学習サイトでやってたんで、それを紹介したんだけど、非常に分かりづらいと書いてあって、あまり分かりやすく日本語で書かれたのが少ないなと思って、こういうのを作りました。で、まあそんな難しいもんではないんですけど、もう実はこの Jupyter Labとか、普通のエディターにはもうついてます。これ今、コマンド F を押して、この Find ですね、検索して、これ検索は普通に検索できるんですけど、これですね、これを押すと、これ実は正規表現で検索が可能になります。で、まあ、だから、単なる文字列を探すんじゃなくて、ちょっと凝った検索をしたりするときは、まあ、知ってて損はないわけです。で、いろいろ試すことができるような、サイトもあってですね、この pysex.org っていうのがあって、これかな？はい。これで、例えばこういう文字列、日本語も OK です。で、なんか探したいなっていう時に、まだ文法教えてないんだけど、例えば A から Z ってやると、アルファベット、まあ、これですね、とマッチするものを出してくれる。で、これ、小文字なんで、この大文字の P は入らないということです。で、日本語もできて、A から、かな、やると多分、ひらがなにだけマッチする。みたいなことが、まあ、簡単にできます。まあ、ここでいろいろ試してみて、こういう文字列を作ると。で、これを入れて検索すると、まあ、こういうちょっと変わったものも簡単に出せますよと。で、まあ、覚える必要はないと思います。記法は膨大なので、私も全然覚えてません。で、モジュールはリエってのがあって、それをインポートして、いろいろ使えるんですけど、まあ、よく使うのはマッチ。そのパターンを含むかどうかを判定してくれる。とか、すべてのパターンを探して、そのリストを作ってくれる。この場合、ファインドオールやってます。で、入れるのは、最初に入れるのが、そのレギュラーエクスプレッションの文字列です。さっきやったこのカッコですね。カッコは A から Z に、マッチするもの。うん、これ範囲ですね。このマイナスっていうのは範囲で。だからこの場合、大文字の A から Z のにマッチするものを出してね、ということをやってます。こっちがその検索したい文字列です。で、この前にある R っていうのは、これはレギュラーエクスプレッションですよと、これ中にバックスラッシュを入れて、特殊文字、スペースとかね、スペースはバックスラッシュ S かな、とか、なんとかやると、このバックスラッシュ S、エスケープシークエンスって言うんですけど、それが入ってても大丈夫なように最初に、R っていうのを入れておく。まあ、これやってみると、K と W ですね。この最初の K と W というのがマッチするわけです。で、小文字にすると、はい。K と W 以外のがマッチする。で、あとスプリット。スプリットっていうのはパターンで、これ場合置き換えるので、そうですね。スプリットは、分割するんで、ここをスプリットにすると、A から O 文字やるかな。ここをスプリットにすると、探してきた文字列で分割してくれます。で、K で分割するから、空白と ET と、W で分割するので、ハイトになると。まあ、こういう使い方をします。で、置き換えるときは、置き換えたい文字列ですね、を追加する必要があって、サブってやって、はい。どうしようかな。で、置き換えましょう。K と W を見つけて AAA で置き換えた。なんていう真似もできます。で、そうですね、こういうカッコとかっていうのはメタ文字って言って、それぞれ意味持ってます。ドットは1文字だけ。で、このカラットは、次の文字から始まると。これは終わる方。で、アスタリスクは、繰り返して0回以上。プラスは1回以上。0か1はクエスチョン。で、A から Z っていうと、そのアルファベットの大文字にマッチするって話を言いましたけど、これ、前に、このカラットを置くと、それ以外ってやつになります。
なんか、グループ化したいときは、こっちの括弧、丸括弧。で、これは O ですね。で、公演文字自身を探したいときがあります。そのときは、前にこのバックスラッシュを入れて、例えばドットを探したいときは、バックスラッシュドット、見づらいですけど。他にもこの、バックスラッシュで、括弧の方がいっぱいあって、タブを探したいときは、タブ。これ、改行ですね。これ、よく使う。すべての文字、デシマルナンバーは、バックスラッシュ D。空白はスペースなんで、S と。でアルファベットとか数字とかアンダーバーを全部やるときは、W と。ということです。で、どう使うかっていうと、これですね。これはスペースを表しました。だから、この、文字列を、スペースでスプリットしたい。で、前にちゃんと R をつけて、でやると、2つに切れます。まあ、よく使うので、詳しいことは、さっきのサイトとか、見て、まあ、見ながらやれば、大体のことはできると思うので、試してみてください。では。